飛ばしていくんだよ、逃げないよ。動くと息上がっちゃうんだよね。ダメだね、ちょっとやっぱ走り込みもやんないと。いきなり次のライブの告知しちゃうけど、2月の2日に、高田馬場のエリア、
でやります。その時も鳥らしいんで、みんな会社を早めに上がって来てくれると嬉しいんだけど、来てくれると嬉しいんだけど。あと CD 売ってるし、あとそうだな、そのエリアのチケットも今日後ろで買えるんで、綺麗なお姉さんが受付してるんで、ちょっとお姉さんに声かけてあげてください。綺麗なお姉さんって言わないと後でひどい目があるんだけどね。
最後の曲で楽しんでね。ありがとう。楽しかった。じゃあまたね。